さあ、まずは1回目。ちょっとそろそろドーベルの固有発動するところが見たいかな。1回も発動してないね。動画外の時でも1回も発動してないから、星1だと発動しなさそうだね。ダメか。頼め、来い。お、金。いいぞ、いいぞ、金でもいいよ。もう白継承強なんてものはなかった。レッツアナボリックだけど、マイル発動。あー。やっぱこれ、マイル来てくれたんだけどね。やっぱドーベルの固有が来ない。毎日にしがちゃ第5レース、ワンダー9等16回目、カナタがもらえません。サポカドスキルは右の通り、とうとう金継承の方で赤マイルが発動してくれて、金継承らしい金継承が見れたわけなんですけれども、ちょっとトレーニング自体はいまいちでしたね。スタミナも600を超えなかったんで、今回の育成は大失敗になります。スマンバーちゃん。で、肝心のチャンミの方なんですけれども、ラウンド1の2日目の方でギリギリ参照できまして、ラウンド2はグループ A に進出することができましたよ。今日からはですね、地獄の第2ラウンドでございますので、まずは1勝して、B の決勝進出を目指したいと思います。はい、そんじゃ因子の方見ていきましょう。で、今回のチャンミで一番悲しかったのが何かっていうとね、勝率1位がばあちゃんじゃなくて間に合わせで出してたデジタンっていうところですかね。いや、どうなんだろうな。カナタも取れていれば、ばあちゃんももっと勝ててたのかな。やっぱね、カナタ、アナボリーが揃って初めてロマン砲だもんね。さあ、評価 UG3、まあ、しゃあないな。今回失敗しちゃったもんな。因子はどうでしょうか。因子では失敗しなくていいんだよ。どうだい。あー、ガシコさん参る。これは失敗ですね。あ、白は、まあいいんですけど。それ以外か。頼む。因子で。スピードダート。あー、いや、でももうちょっといいのがいるんだ。スピードだといいんだけどね。もっと星が高いのがいるから。まあ、取るのはこっちなんだけれどな。でも白が割と悪くないな。はい。それでは、ラウンド2、決勝いけるように頑張りたいと思います。それでは、また明日。